タイトルマッチの話聞いてきますけど、はい、まず一番軽い、はい、の55キロ、キル選手とチャールズ選手なんですけど、はい、まあ、関根さんもあのチャールズ の, あの挑戦者決定戦の試合とか見ましたね、はい、すごいですね、うん、怖いですね、怖いですね、体勢崩れてもパンチが出てくるところ、はい、パンチが強そうですね、そうですね、ただまあタケルの、はい、なんでしょうね、あの得意性っていうんですか、うん、あの自分でも試合覚えてないってぐらいアドレナリンが出て強い選手ほど燃えるっていう、あの事前に取材した時にそのああいう KO 勝ち見せられてどう思いましたかって言ったら、うん、なんか普通は強いのは来たなって思うと思うんですけど、うん、僕はテンション上がったって言ったんです、そうなんですこいつ倒れるんだみたいで、チャンピオンになっちゃったんだけど、はい、追う側と追われる側どっちがいいって言ったら、僕は追う側が好きだって言うんですよ。で今回は無敗なんで、無敗のやつに星をつけてやる、黒星をつけてやりたいっていう感じだから、全然こう迎え入れるって感じじゃないってわけです。チャンピオンじゃないの立場じゃなくてやっつけるっていう。でもこれだけ戦績も良くてタイトル取ってるのに、そういったこう気持ちを持ち続けてる選手ってなんか珍しいですね。そうですよね、戦うのが好きみたいですよ、強いやつが好きなんですって。しかもあのボンジョボーニもあの確か格闘技始めて4年ぐらいなんですよね、うん、はい、天才的ですよね、はい、だ怖いですよね、まあ、で根性あるでしょ、はい、あのフランスから来るんでしょ、わざわざ僕もフランスまで1回仕事で行ったことありますけど、すんごい時間かかるんですよあれ飛行機はるばるあそこから来るってなるとね、はいはい、気合入ってますよね。そうなんです、実はあのチャールズとあの 対戦者のダニエル・ユースにもインタビューしたんですけど、それやっぱ K1 で55秒とやってくれるのがやっぱすごく自分たちのモチベーションになるので、今まではなんか大きい大会はどこもやってくれなかったから、こう大舞台出れなかったけど、うん、こういう階級が K1 でもやると自分たちもやっぱ出たいし、うん、こうもう成り上がっていきたいなことを言ってたんで、だから根性が違いますよね、うん、世界の選手ね、もうやってやるみたいなね、もう乗し上がってやるっていう、今まで70キロまで出したもんね。しかも武井選手がよく言ってるみたいに55キロ軽量級なのにすごい怪我が多いんですよ。でやる気満々なのみんなね、なんか今までの概念が違いますね、本当ですよね、そうなんですよ。やっぱ関根さんもずっと見られてきて、やっぱ階級っていうのはやっぱ選手の気持ちとかやっぱこういい試合しようっていうものがあれば階級関係ない、うん、関係ないんですね。でまた軽ければスピードがあるんで、あの見て楽しいですよね、うん、そういう意味で55キロっていうのはスピードがあるから、あと55キロってボクシングでいうとフェザー級ぐらいでしょ。そうですね、スーパーフェザー、スーパーバンタムとか、スーパーバンタムとかぐらいですよね。結構大きいんですよね。ああそうですね、フライとかが多いから、そうそう、日本人でなかなかそこまでチャンピオンになる人って少ないでしょ、世界でボクシングでいうと。で結構きついんですよ意外と、55って。だから結構あの KO も多いんですよね、世界の55キロだと。だからそういう意味では舐めちゃいけないっていう、まあ、見た人驚くような、うん、そうなんですよ。1個目の階級で60キロ、こちらの兄弟対決、これはね、複雑な、本当に複雑なドラマがありすぎてね、なんか語り尽くせない。本当にこれ、東野圭吾さんにね、もう本出してほしい夢枕漠さんだな、漠さんに兄弟っていうなんかあの本人たち、あの親、はい、いろんな人にご取材して、一冊まとめるとなんかすごい、すごいですよね、もう。でもあの関根さんも取材されてることなんですけど、廣田選手の気合いの入り方、いやちょっとね、はい、尋常じゃないんですよ、はい、だこれが僕空回りしなきゃなと思ってるんですけど、もうグワッと昔の遠征井上選手みたいにもう出てきて殺したい殺したい殺したいっつってもう行き過ぎちゃうんですよね。なるほど、ええ、まあ、でもそこはもう、はい、そこまでないと思うので、あの冷静に燃えると思うんですけどね、平坂選手ね。しかも平坂選手はあの手の内見せたくないっていうのがあって、そのタイにも練習に行かれて、そうなんですね。で時間もずらしてるんでしょ。そうですね、もう本当にこう兄弟対決モードというか、うん、
いやこれね、普通の選手に他の選手に負けるより悔しいでしょ、はい、弟に負けるって、はい、でそういう意味では相当廣高選手のモチベーションが上がりますよね。で兄貴の強さ知ってますからね、高野選手は。でも一方やっぱり関根さんもその高野選手のなんか格闘があってアスリートとしての凄さはすごく前から評価されてますよね、はい、で今まではやっぱり兄貴がいて一歩下がって弟って感じだったけど、世界チャンピオンになった途端に、うん、それが払拭されてなんか完成されたっていうか、彼の強さっていうか、チャンピオンになってからの試合がめっちゃ強いんですよね。もう捌きがちょっとね、ペトロシアンみたいな、なんか全盛期のそんな感じがするんですよ。なんかどうやったらじゃ勝てるんだろうみたいな、うん、次元にどんどんなりつつあるというか、はい、そうなんですよ。だからすごく高度な試合が見られるような気がして、今回はテクニックとプラス気持ちが、気持ちが、なんか小林選手のもあの廣高選手の弟も負けてすごくこう変わって、うん、もう一回しか試合やらなきゃいけないとすごい言ってたんですけど、だから小林選手は小林選手でやっぱあれやったことで自分も変わったってことをすごい言ってたんですよね。なるほどね。もうやっぱ K-1 のチャンピオンになってベルト巻いて、うん、兄弟の関係とか崩れてもこのベルトを持っていくっていうことに価値がある、おそんなに魅力があるっていうことをこう、スパッと言ったりするようになったんで、やっぱお互いこの一回やったことですごく変わったなっていうのでしょうね。でまた今回やってまた変わりますね。あどんどんこの浦部兄弟強くなっていくという、これがねやっぱりねあれですよね、まあ、強い選手たちとみんな戦うわけじゃないですか。この60キロはそれプラス兄弟対決っていうね、こうまあ一般の人にもこう心にもこうなんていうんですか、心の中に食い込んでいくアイテムですよね、兄弟対決。スポーツでもやっぱり盛り上がるって感じ、フックになりますね、兄弟対決、兄弟対決ってね、しかもイケメン同士で意外にやっぱこの2人の対決が一番一般の人が、まあ、食いつくでしょ、うん、はい、うん、して芸用体、そう、これはもう一度やってるのも含めて、僕これが怖いのがね、はい、ま、対戦手はやっぱあったかい国の人なんで、はい、なんかほんわかしてんだよね。だから対戦相手がそれほど強くないと、はい、そんな練習してこないんですよね、はい、で今までの蓄積で勝てるわみたいな観光気分で来るんですよ、はい、それでも勝っちゃうんですよ。でも今回僕怖いのが、一回ゲオは反対に負けてますよね、木村に。ものすっごい練習してくると思うんですよね。だから100のゲオが見られるっていう、今回木村が引き出しちゃうっていう怖いゲオが。あれなんですよね、タイトの選手結構取材とかしても、うん、まあ、僕誰でも戦います、ええ、頑張りますしか言わないですけど、ええ、この時だけは、いや木村とだけはもう一回やらないと気が済まないみたいなそうでしょ、まあ、俺絶対負けたと思ってないよみたいな、 あんまり言わないですけど、太一、ええ、の選手、ええ、そういうの口に自分がするぐらいな、ええ、相当あの試合負けた悔しさっていうのあったんでしょうね、それとね、まあ、ゲオは仕上げてきますよ、もうもちろん強いっての分かってるけど、僕は木村のやっぱ成長を期待してるんですよ。やっぱりね、今までは全部かかってったじゃないですか、ガーって。それが前回平本蓮という年下でキャリアも少ない、格下っていう風にされてる、ものすごいプレッシャーだったらしいですよ。もう本当にきつかったらしいですよ、もう精神的に。もう勝って当然と思われて、ちょっと盛り上げなきゃいけないんですよ。そうで、後楽園の試合もね、なんかいつもと違ってましたもんね、変な力の入り方して、ちょっとこういつもの木村の動きじゃない、でもちゃんと勝ったで、あれを乗り越えたんで、僕は今回は伸び伸びいけるから、僕 KO だったら木村って見てるんですよ。判定に持ち込まれると、あのやっぱりもう 200戦以上してるからそうなんです、翻弄されちゃうんですよ。あの封じ込めてくると嫌ですよね、ミドル蹴って、そうそうなんですよ。で打ち合いに近づ、この間は不用意に打ち合って負けたでしょ。でそれを、うん、あのなんていうんですか、ただ勝つためだけに来られると嫌ですよね。
あと木村選手のやっぱりすごいところはやっぱり類まれなるパンチ力ね。木村が触れば倒れるっていうね、全部倒れてきましたもんね。うん、何かが起こる感じがします、ね、そうなんですよね。だそういう意味では楽しいね、うん、しかも1回のトーナメントの時にはこうなんかまあわーって言ってたドボイなキャラだったんですけど、実は全部の大会出てて、なんかちょっとずつこうヒーローになっていってる感じもそうなんですよ、ね、変わってきて、これチャンピオンになったら本当になんかそうニュースターというか、はい、彼が公言してた K-1 を俺が引っ張っていくっていうのが実現される第一歩ですよね。もしゲオにもう KO で勝ったりすればもう、はい